うもこんにちは、おじしんしです。どうもこんばんは、マリサです。おはようございます。おはようございます。本日も始まりました。おじしんしの D2 メガテン。今回は高難易度チャレンジをお届け。今回の高難易度チャレンジの相手はマジンカルキ。昨日手に入れたカルキを使ってカルキをぶっ倒そうという算段さ。ってこと、早速挑戦しに行きましょうかね。って、あれ？気のせいか、一体だけ場違いな悪魔がいたような。場違いな悪魔なんて失礼な。あ、スリットスカートありがとうございます。性癖に反応するのか実況するのかどっちかにしろ。ま、面後面後。ってことで今回は高校スタートです。相手パーティーはカルキ、ミシャモンテン、アタバクです。対するおじしんし軍はカルキ、ベルゼブブ、トランペッター、アブラクサス、以上の4体となっております。アブラクサスの場違い感がすごい。まあまあ、アブラクサスには物理吸収という低グレード悪魔の中でもレアな耐性を持ってますし、お寿司。確かに物理吸収は低グレードの中では貴重な耐性だな。って話していたらこっちのターンになっていた。まずマジンカルキはラトナマルで相手のマジンカルキを攻撃。ベルゼブブは芝への壮烈でデバフと万能攻撃。たまにコンセントレート使います。トランペッターはコンセントレートで基本的にはマジンカルキを攻撃。アブラクサスは手が空いたらタルカジャを使用します。なんでマジンカルキを狙って攻撃すんの？あのですね、マジンカルキのラトナマルはですね、戦闘中3回まで死亡した仲間を蘇生させる効果があります。ふむふむ。そして相手のビシャモンテンには蘇りプラスというスキルがあるので、倒しても相手のターンになると永遠に蘇生します。なのでマジンカルキから倒していこうと思っています。なるほどなるほど、ようやく理解できたぜ。アタバクとか倒すだけ時間の無駄になってしまうので、マジンカルキを狙って攻撃しているのです。てか吸収でプレスが減るから相手のアタバクにまで基本ターンが回らないからな。まあね、でも相手のマジンカルキがラトナマルを使ってきたら一発で死ぬ可能性があるから、食いしばり系は保険としてつけた方がいいよ。ああそうか、相手もマジンカルキだからラトナマル打てるんだ。てかラトナマル連発されてアブラクサス以外が落ちたら無理だからね。アブラクサスを4分の1の肉壁なんだな。普通の肉壁じゃなくて貴重な肉壁だからね。このまま相手が北のマキアプラスだけ打ってくれれば楽に勝てるんだけどね。相手の使用スキル次第ってことか。そういうこと。てか、相手のラトナマルで7000以上 HP が回復したんだが。あんなの連発された日には相手の HP を削りきれないよ。ファストラスタとファストランダムかけてくるし、ターン開始のバフでバフ合戦では完全に二の足を踏んでいる状況だぜ。まあ、あっちを立てればこっちが立たずって言いますしね。どこを立ててんだか。おっと、気がついたらカルキとベルゼブブのムプが少ないので、この2体はパスさせましょうね。MP の回復も考えなきゃだぜ。まあ焦って倒そうとしてやられたら元の木阿弥状態ですし、三浦和義、ロス疑惑の容疑者の名前は NG。こっちのターン終了です。あとはラトナマルが来ないことを祈りながら耐えます。よしよし、順調に倒せそうですね。だな、地道に地道に相手 HP を削っていこうぜ。任せなさい。あ、そうそう、言い忘れてたけど、相手のビシャモンテンを倒すと、カルキとアタバクに属性変化が起こって、全部の属性が弱点になるよ。何それ、じゃあ最初にビシャモンテンを倒して、属性変化を起こして、カルキを属性攻撃で集中攻撃したら一瞬で終わる可能性があるってこと？まあそういうことだね。おじしんしもゼウスとか入れて試してみたけれど、おじしんしの火力じゃ一旦では倒せなかったよ。あ、一応試したんだ。まあリベレーターを変更してやってみたら倒せるかもしれないので、今度試してみるよ。それはぜひ見たいのでお願いします。あいあい。
相手の残り HP が 40% くらいか。この調子なら問題なくいけるかな。まあ相手の使用スキル次第なんだけどね。これは勝ちましたわ。勝ち確定ですな。おしゃしゃーす。お疲れちゃんこ。はい、勝ちました。完勝だぜ。相手の AI が脳筋で助かりました。ラトナ丸1回しか撃たれなかったしな。ほんそれだよ。ってことでクリアタイムは6分を切りました。課金ガチ勢だったら1分以内で倒せる人現れるかな？バフでバフ合戦でだいぶ時間持ってかれそう。確かに。ってことで今回使用した悪魔を見ていきましょう。まずはマジンカルキ。耐性に優れた高速蘇生回復残島風金爆無効アタッカー。なんか色々特質がありすぎだろ。使用したらクイーンは神速と迅速。スピード上げ上げですね。スピード命って感じだな。足の楽園はスピードじゃなくてモノコーだから、もうちょっと速さを上げることが可能です。思念は解放しておりません。続きましてトランペッター、アーキハボーマです。ボーマ一択だぜ。スキルはこんな感じ。特にスキル内容は変更しておりません。使用した楽園はこんな感じ。ラトナマル対策で守護の楽園をつけたくらいかな。ラトナマルが最大の壁だからな。思念は3突です。4突してたらもっと早く倒せていたと思います。トランペッター行為召喚で出てくれだぜ。続きまして、邪神アブラクサス。ステータスはこんな感じ。スキルは食いしばりと不屈の闘志にしました。肉壁として生き残ってもらわないといけないしな。楽園は生命と守護です。主に HP を上げ上げにしました。それでも HP は3000にいってないのか。まあ星2だし HP2623 もあれば上等でしょう。そして最後はみんな大好きベルゼブブ。ハエ様々だったな。スキルはこんな感じ。コンセントレートと強靭のゴンゲか。ダットサイトで威力アップだからね。コンセントレートは必須だよ。楽園はこんな感じ。思念は、万能思念を使用して貫突いたしました。クルス君もびっくりだぜ。やっぱハエ様は強かったよ。またハエ様が活躍できてよかったな。ってことで皆様いかがだったでしょうか？もっと早くクリアできたとか、難しくてクリアできねえよって愚痴があったらコメントで書き込んでくださいね。この動画が気に入った方は、チャンネル登録とツイッターフォローよろしくです。コメントやグッドボタンもどしどし待ってます。ベルマークの通知ボタンも忘れずに。ここまでのご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしく哀愁。今後ともよろしく。